高塾森田です。清水です。森田先生、受験生からぜひ痛な声が届いておりました。英検対策する時間がありません。はい、多いですね。今の時代の受験生はね、4技能対策、まあ、英検対策もしながら一般受験対策もしなきゃいけないと、かつ学校の課題もありますみたいになった時に、やっぱ英検対策する時間ないですって、もうめちゃめちゃ言われるんですけど、はい、そんな時はどうしたらいいんでしょうか。はい、やっぱりライティング対策やれ。ライティング英作文ですか。はい、そこが一番大事ですね。一番後回しにしちゃいそうな感じもするんですけど、単語はですね、はい、結構その大学受験で勉強してるんだったら資産だったりですね、はい、そうですね、やってる人が多いと思うので、ターゲットとかでも全然いけるっていうことが多いですね、うん、でみんな単語ゲーだ単語ゲーだ単語やれ単語やれって言うんですけど、はい、いやライティングですもん、圧倒的に、単語ゲーなのもあるんですけど、はい、もう英作が目が向いてない人もですね。そうですね、まあ、ライティングゲーでしょあれっていう。なるほど。もう4つの技能が全て同じ配点ですから。確かに2級だって準2級だって準1級だってみんなそれぞれ100点ですからね。でライティング1台ですから、はい、1台で100点、これ取りに行かないでどうするのっていうね、そうですね。確かに大学入試とかだと最終的には国公立の2次と共通の科目組み合わせで配点から考えて対策の優先順位決めるとかやってると思うんですけど、英作、うん、それやってない子めちゃめちゃ多いです。そうなんですよ。英検は英作文が1台で100点ですから。ただ森田先生、英作文って難しいイメージめちゃめちゃ強いことが多いんですよ。そうなんですよ。そんな対策とか言われてもみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、具体的にどうやればコスパよく稼げるんですかね。めちゃめちゃ簡単です。めちゃめちゃ簡単、はい、まず型を覚えます。型、なるほど、はい、こういう風に書きましょうっていうのが、まあ、それぞれの参考書とかですね、はいはい、書いてあると思うんですよ、うん、でその型入れてみてください、うん、そしたらどれだけ書けますかっていうですね、ほぼほぼ書くものなんかないじゃないですかっていうぐらいなんですよ。そうなんですよ。王道の方だと英作の、まあ、ライティングだとどんな方が推奨するか、まず最初に、まあ、アグリーだったりディサグリーだったりとか、はい、まあ 結論ね、結論が来て1個目の理由、うん、で2個目の理由、うん、そして結論、まあ、4個分ですけど、準2級だってもうこれでおしまいです、はい、そうですね、はい、結論と序論なんて同じことですからそうですね、はい、I agree that と、まあ、インコンクルージョンで、まあ、最初と最後同じことですね。同じことを言えばいい。しかもなんなら問題文をそのままほぼ壁から OK みたいな感じですかね。それだけなんで、だから2分しか書かないんです、はい、2分しか書かないので、で2級になった場合だと、まあ、これが4分ぐらいあった方がいいなと、うん、なんで4分書ければまあいいだろう、まあ、もうちょっと長く書けるよってなら5分ぐらい書けたらいいなっていう感じですね、うん、そうですね。で準1級になったら6分ぐらい書けてるといいかなという感じで、なるほどですね。でたったの6分かければ100点とかたったの4分かければ100点とかですね。そうなんですよ。慶応の小論文とかと違って中身とかまあまあスカスカで大丈夫というか、う簡単なことを英語で表現すれば大丈夫なのが英検の英作文なので、模範解答とか日本語訳にしたら、はい、まあまあ薄い内容でも結構高得点取れちゃうんですよね。本当薄いですよ。なので内容考えるのはもう型を慣れてしまえば全然対策できるし、しかもすぐ終わるんですよ、その型入れるのって。本当そう。なのでやらないのはめちゃめちゃもったいないですね、うん、あとはやっぱ苦労する子が多いのが英語にするってことですね、その日本語。 ね、その辺はどういう感じの対策をおすすめでしょうか。そこはやっぱりアイデア出しの仕方っていうのをまず覚えてですね、はい、こういう風にやるとか、まあ、まあ時間とかお金とかですね、うん、よくあるアイデア出しのやつってあるので、はい、それを覚えておいて、でそういう時なんていうかっていう表現を覚えておくことですね。それが大事です。お金がかかるとか時間がかかるってなんていうのとかっていうですね、そういうのを入れとけば大体いけます。プラスでこれのいいところはですね、スピーキング面接も同じ対策でいけちゃうので、同じトピックしょっちゅう出てるので、確かに両方の対策になるんですよ。過去問見てもらえば分かるんですけど、似てるテーマめっちゃ多いんですよね。あ、またこの感じねみたいな。そうなんです。ちょっと変えてるだけなんで、うん、自動的に2つの対策ができるっていうのもあるので、うん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 、やはりライティングをやっとくのが最も効率がいいってことですね。そうですね。また、あ、は英作対策楽に取得したら、個人的にお勧めしてるのは、例えば大岩の一番初めの英文法とか、はい、例文書けない子めっちゃ多いんですよ。あ、そうですね。だからまあ本当に最低限の基本的な例文ってもう読んだら絶対分かると思うんですよ、うん、みんなちゃんと勉強してる子だったらね。それを自分で例文を作るっていうのを日頃から意識しとけば、うん、英作対策ってほどで英作対策しなくても実はもうほぼ持ってる例文で書けちゃいますみたいなこともあったりするかなと思いますね。シスタンの前の方のやつとか、うん、ターゲットの前の方の例文とかでもいいですけど、はい、そうですね。もうミニマルフレーズそのまま使えば OK みたいなところもあったりするんで、英作文捨てた状態で英検受けるのはめちゃめちゃもったいないと。もったいなさすぎます。でかつ逆にそうする子が多いんで差がつきやすいですよという分野でもあるんで、うん、バッチリ対策して、しかもそんなに時間がかからずにできるんでね、英検を最短で合格しようとするのであれば、英作は絶対に対策してください。今回は以上です。高田先生、はい、あの夏だけ武田が今年も始まるみたいですよ。あの勉強習慣がめちゃくちゃ身について勉強法もまるっと変わる、あの夏だけ武田っすね。そうなんです。今は入会金無料で武田塾に1ヶ月勉強してもらいます。君も勉強時間爆増間違いなし。詳しくは概要欄から。